FM那覇 This is Chura Station Stay tuned Chura Station チラステ。こんばんは。2月8日月曜日、何者にも縛られないフリーダムすぎる化け物トークバラエティチラステ、パーソナリティのナナです。そして染川です。よろしくお願いします。早速ではあるんですけども、うん、はい、大事なお知らせがここであります。はい、始まって早々なんですちょっとね、大切なお話がありまして、ね、ちょっとオープニングからお話しさせていただこうかなと思います。はい、なんとチラステ、言っていいですか。はい、どうぞ。はい、なんとチラステ深夜の再放送が決まりました。やったね。やったね私たちもついさっき聞いてすごく驚いたんですけど、いやBGM も上がってるねFM 那覇さん、今までは深夜の12時までの放送となってたんですけど、うん、今月2月からですね、深夜の放送枠を設けることになったそうで、その中になんと我々チラステも、加えていただけることにね、yeah! なりました。 yeah! イエイチラステっていうワードが聞こえてきたら上がるチラステすぐ静かになるよ、ということで、気になるこの再放送、いつやるのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、毎週木曜日の25時から25時56分、うん、毎週木曜日の25時から25時56分までがチラステ流れます。はい、いやー、ね、ということはですよ、うん、もしかしたらその1週間のうちに2回、うん、私たちの声が聞こえてくるかもしれないね。なんか月曜日聞きたいけどお仕事があって聞けないとか、聞き逃しちゃったっていう方も、うん、まあ、絶対いらっしゃると思うんですよ。いや、もうそういった方しかいないと思っている。そう、あとあとね、夜更かししてる学生さんとかね、ね、いると思います。いると思うので、もう今はそういった時代ですよ。そう、この機会にね、ちょっと聞いてみてほしいなって思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、1週間一度きりではなくて、うん、2度楽しみましょう、ね。はい、あの放送楽しかったか、もう一回聞きたいなとか思っても、はい、しかもまあ深夜ですからね。深夜ですから ね、深夜ってテンション上がるじゃん。そうですね、そう、その上がったテンションを私たちが落としてしまうかもしれませんがいい子守歌になるかもしれませんでうちらのトーク割とこの深夜のノリに合ってるとは思うんですよ。そうですか。僕はもう本当に深夜の、もうちょっと眠たくなってしまうけども心地の良い、うん、本当に深夜のダンディーな感じを出そうと僕はずっと頑張ってきたんですが、マジで初耳ね、うん、夜の12時から1時までやっている、うん、ジェットなんちゃらさんとかそういった感じをすごく目指していたんですけども、今は大沢たかおさんじゃなくて福山雅治さんが、機長をやっているあの番組に負けないようにいい声でお届けしようかなと思ってたんですけど、あ、違うんですか。あ、なんか思ってたのと違ったな。ん、うん、ん、あ、そう、うん、あ、じゃあ僕はこっちの線でやるんで、うん、ナナさんはそのなんですか、バラエティどんちゃんワンちゃんみたいなあ、うちがそういう感じじゃないんですか。そういった感じじゃないです。あ、ここに来てちょっとジャンルの違いが、あれあれここちょっと方向性の違いで解散もありえるなあれ、ここパーテーションがあるのそういった境のためかな、ね、ただのコロナ対策とかじゃなかったんだ ね、ちょっとアクリ小さな透明な、ね、板があるんですけども、うん、あ、これそういった境目だったんだと。心の壁です。あ、AT フィールド前回
AT フィールドとか行っちゃうから違うんだよ。そうだから深夜に適してるんですよ。今日は頑張ってみよ、はい、今日は頑張って、うん、その深夜に聞いている人たちにも、うん、心に響くような、うん、ちょっとあもう一日疲れて眠くなってきちゃったわみたいな人たちのためにお届けしよう、うん、これを聞いたら眠たくなっちゃうよ。頑張ってみよう。じゃ逆に起こしてあげた方がいいのかなっていう気もするけどね。本当、うん、深夜だよ。深夜木曜日だよ。ほら頑張って起きたい人だっているじゃない。木曜日だよ。明日普通に金曜日だよ。そうだね。そうそう、再放送聞いている人たちにとってはね、うん、ね、やったい。でも寝落ちされたらされたでさ、ちょっと寂しいじゃない。僕はそれでいい。やっぱり方向性の違いということで。はい、ということでじゃあ1曲目お届けします。マックスブルーベリーアイズフィーチャリングシュガー。チュラステーション。チュラスでお届けしております。はい。はい。今日は北兄がおりません。うん、そう、触れてなかったね。とうとうね。とうとう触れなかったけども。うん、音が大きすぎました。失礼しました。ちょっとテンション上がっちゃって。なんかここ最近の収録回はだいたいフォグニー不在なんだよね。そうなんですよ。不仲なんで。不仲なんで。不仲なんで。炭焼けしてるんですよ。ちょっと生太陽のフォグニーと。そう収録の染川とみたいな。あの人元気かな。多分元気してるんでしょうね。まあツイッターでは毎日見てるんだけどね。元気だね。元気だよ。元気？元気だよ。元気っぽいよ。もう本当に2021年になって一度も会ってないんですよ、うん、そっか。だから僕の中では2020年の男未だに。なんか年越してないの染ちゃんだけではなかった感じ。そう北にも年越し、年越しの挨拶来てないから。
そっか。そう、もしかしたら3月まで会ってなくて、うん、3月一緒になったら、あ、明けましておめでとうの挨拶から入るかもしれない僕にと。本当なんか不仲っぽい感じやめて、ね、ハッシュタグビジネス不仲から、ね、ハッシュタグ不仲になってしまうかもしれないので気をつけたいというか、普通に会えよって感じなんだけど ね会えよっていうか、まあ普通にこうね、LINE だったり何やるように使って ね個人 LINE しなよ。そこまで仲良くないからな。ウニーだって寂しがってるよきっと。本当に、うん、多分ビジネスでしょそれも。ビジネス寂しがり。まあ基本うちらラジオでしか会わんからね。そうそうそう、あのビジネスパートだ。まあツイッターでたまにやり取りするくらい。いやお便りください、うん、フォグニー。ね、今日のフォグニーがないんだよね。あ、いや、じゃあ昨日のフォグニーでもいいよ。昨日のフォグニー。ダイエット頑張ってるのかしら。かしら。かしら。あ、ダイエットしてたんだね。なんか頑張ってるっぽいですよ。なんか体重上げたりとかしてたけど。体重上げてたの？うん。なんかどれくらい痩せましたみたいな。写真はなかったけど。ああ。うん。なんか運動とかやってるっぽい。へえ。うん。あ、実はですね、うん、僕もちょっと。ジム行き始めまして。え、本当？うん、ほう、筋肉つけたくて、うん、で、まあ、腕やら、うん、あとは腹やら、うん、胸やら背中やら、うん、いろんな部位をこう鍛えて、うん、でも全然ね、あのつかないというかなんかそんな感じあのいっぱいご飯を食べろと言われた。普通にあの、うん、友達やら、うん、そのジムに通い詰めて、うん、結構歴がある人、うんうん、めちゃくちゃ言われた。ご飯を食えと、なんか結構タンパク質を取れと。ひとみちゃんご飯食べに行った時割と食べてるイメージなんだけど。それはね、うん、実は朝と昼を抜いての夕食だったりする。あ、今日初めての食事だからってこと。そうそうそう、1日1食みたいな。あ、だからまとめて食えるみたいなところがあるのかな、なるほどね、多分その時は、うんうん、だからご飯取らないとなと思うんだけども、うん、全然食えないんだよね。まあまあわかる。わかるよね。わ、うん、かるよね、うん、なんで食べれるんだろうみんな。すごいよね、あのさ、バイキングとか行って元取れる人憧れるの、うん、あ、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかるね。多分我々は取れて900円ぐらいだよ。ほんとそう、4000円ぐらいのバイキングだったとしても全然損するんだよね。1000円いくかいかないかぐらい。頑張ってもジュースとデザートばっかり食って単価がたくさんのやつ。そう、なんか大学の時の友達とよくね、いろんなとこ食べに行ったりとかするんだけど、うんうん、結構周りがみんな食べる子ばっかりなのよ、うん、でさ、この食べ放題のところとか行くじゃん、うん、したらみんなもう最初からお皿にすっごいがっつり持って食べるんだけど、うん、なんか一回ちょっと休憩したいって言って、わかる、デザート行って、うんうんうん、またあの試食に帰るのよ。それは分からん休憩じゃないのよちょっと一回デザート挟もうかなはあっても、うん、主食には戻れな いかな。だよね、うん、もうデザート行ったらもう終わっちゃうよね。もう終わってしまう。もうちゃんとあれがちゃんとピリオドになってるよかった、これが普通だ。そうだよ、そうだよ。いや無理だよ、無理だよ。なんか甘いもの食ってまた塩気のあるものとかになるってことでしょ、うん、うんうん、いけちゃうかねえ。でもさ、唐揚げ食って、うん、ガトーショコラ食って、うん、アイス食って今度また重たい、ね、何カレーとかになるとか、肉とか行くの、肉とか、うん、いけっかな、無理かな。すごいね、ゼリーとかだったのか、これ。大学の時が、うん、時までか、私すごい小食でさ、うん、外食とか行っても自分が食べたいものより、うん、なんか食べられそうなもの、完食できそうなものを重視して選んでたの、うんうんうん、だからなんかちっちゃいなんかドリアとかさ、うんうん、しか頼まなかったんだけど、社会人になって最近から定食を食べれるようになった。おめでとう。ちょっと夢だったんですよ成長だねそう、成長、成長。なんか和風亭のなんとか御膳とかを食べられる人になった何歳27歳すごくリアルな数字出てきた極いきます
ジャスティン・ビーバーホーリーフィーチャリングにチャンス・ザ・ラッパチュラステーション。チュラステお届けしております。あのね、うん、すごく大切なものを忘れてたあの再放送が決まったよーですごく盛り上がっちゃって飛んだね飛んだね、うん、じゃあ改めて言っていいですか。はい、はい、よろしくお願いします。チュラステ、この番組は国際通りにあるライブハウスチャクラさんの提供でお送りしております。放送事故です。はい、あとですね、うん、この番組スポンサーさんも募集しているんですよね。はい、ツイッターで拝見いたしました。実は実は、うん、最近、うんうんよかった、うん、12ヶ月前ぐらいからずっと見てた、うん、はい、本当かな。うん、じゃあこのコーナー行きましょうか広がらないんかいコーナーです。はい、ここからはこのコーナーやっていきましょう。まるまる総選挙。さあ総選挙ということで、うん、ここからはですね、あらゆるジャンルの中からこれが一番だろうというものをチュラステメンバーが推薦し議論していきます。そしてチュラステ的1位を決めちゃいます。決めるのはチュラステの秋元康こと D に決めてもらいます。 D がずっといるんですここに実はチュラステには
ディレクターがいるんですマネージャーもいるんですそうなんです、うん、なんだこの番組は本当にアマチュアかやたら豪華まあ、まあ、チュラステメンバーが好き勝手喋るので、はい、まあ、こうやって好き勝手喋ってこれが僕の中で一番だとか、うん、奈々さんの中で一番だっていろいろ言うけども、うん、いやいや違うだろうと思った方はぜひ番組までご意見ご感想お待ちしていますので、どうぞ番組にご参加ください。お願いします。はい、宛先書いてますか？宛先はチラ .st.radio@gmail.com はい、まで。ツイッターアカウントもございますので、ツイッターはまあ、ツイッターアプリでチラステで検索していただければすぐに出てくるのでそうですね、アットマークつけて検索するよりもそちらの方が早いような気がします、うん、できる早いよ。個人アカウントもそれぞれあるので、はい、探してみてください。はい、探さないでください。どっちだよさあ、はい、行きましょうか。今日のジャンルは何ですか、うん、ナナさん。今日のジャンルはテイクアウト総選挙。なんだろう、ということで、はい、まあドライブスルーって皆さんよくねやると思うんですけど、そうですね、はい、うん、まあマックだったりモスだったり、うん、ケンタッキーだったり、ね、車を運転しながらでも商品が買えてすぐ帰れるというサービスですね、うん、はい、すごく改めましてなご紹介でしたけども、はい、でもその、まあ、いろんなお店でねドライブスルーするとして、はい、まあ、私たちが一番ここで買うのがおすすめだよっていうところを改めましてね、改めて紹介っていうかプレゼンですかね、うん、まあ、今はね、うん、実はこれ収録してるのが1月28日木曜日、うん、宣言が出てまだまだ日が浅い中なんですけども、うん、なので、もう8時には閉まるお店が、多々ありまして、うん、まあ、実は営業してるところも実際何件かありますよね、まあ、飲食店ではないにしろ空いているお店は、ありますが、まあ、その中でドライブスルーを、ドライブスルーだったらいいですよっていうところも実際ありますもんね、うん、はい、ということでですね、ちょっとこのテーマにしてみたんですけども、ドライブスルー、ドライブスルーか、普段から使いますか？全然車はお持ちですか？車は持ってるんですけど、自分で運転することがあんまりないんですよ。タクシーですか？ちょっとリッチだからびっくりした。もしくはリムジン。グレードアップしてる。ほら、自分で運転せずとも、うん、まあ、普段生活できるかなっていう感じなんですね。そうですね、もしくは運転手がいるか。おーっと、本当に出てきた本当に出てきた第三の男、運転手専属公共交通機関という名の運転手があ、みんなの男じゃないかあ、なるほどね、うん、まあ、僕は車、まあ、普段から乗っていて、うん、最近本当にドライブスルー利用することが多くなりましたね。お、もう僕が仕事終わるのが本当に遅くてですね、うんうん、なので、その時にご飯食べに行きたいなとか思ってたらもう行けなくなっているっていうのが多くて、うんうん、ドライブスルーを活用することが多くなったんですけども、なので今回は勝つ気力しかないです。そうだね、ちょっと自信がないんだ今回、まあ、でも頑張りたいと思います。はい、うん、ということで、前半の おしゃべりが長すぎたじゃあどうしますか、誰から行きますか。どうする、じゃあ自信ないから私から言っていい？どうぞどうぞ。はい、じゃあ始めます。はい、はい、じゃあ私ナナからいきます。私がドライブスルーでよく行くお店はマクドナルドです。まあ王道なんですけどまあなぜなら、そうですね、私の家族はあのドライブスルーするときは、まあ、大体、まあ、マクドナルドでお昼ご飯っていうのが定番でしてまあね、マックってさ、この空きが来ないじゃないですか。すごく喋るはい、で私マックで一番好きなのフライドポテトなんですよ、はい、なんか定期的に食べたくなる味、うん、まあ、ジャンクフード中のジャンクフードな感じなんですけど、そうですね、食べ過ぎは良くないんですけど、
まあ、では月に1回とかの頻度でのドライブスルーでマックのポテトをいただくっていうのが私の中では一番おすすめなんですよ。うん、なのでマクドナルドにしました。お店、ね、お店か、お店、お店縛りですね私はね。うん、うん、かしこまりました。はい、すごい勝ち気。いやーね、うん、ちょっと痛かったな。はい、はい、決めました。はい、いいですか、どうぞ。はい、染川が推薦します、うん、テイクアウトドライブスルーおすすめは鶏玉です。鶏玉実はお持ち帰りできるんですよ。それ知らなかった。ね、うん、でもぶっちゃけ言います、これはでもドライブスルーもできたと思います。車の中で待ちながら店員さんが持ってきてくれるっていうサービスあったような気がします。僕それで受け取ったもん多分。鶏玉ってご存知ですか？知ってます。もう卵の専門店、専門店です。美味しいんですよ。チキン南蛮が美味しいんだ。そしてね、だし巻き卵めっちゃ美味しいんだ、うん、あれがお持ち帰りができる。そして車の中で、まあ一応店内に入って生産して車の中で待つっていうサービスだったような気がするんですけども、それを利用することが僕はその時ありました、できました、うん、で美味しい。ちゃんとね、お味噌汁もついてくるんですよ。お味噌汁というかお吸い物ですね、うん、かもしくはスープがついてたような気がします。美味しかったです。あのお店の中で食べれる味がちゃんとお持ち帰りでも再現できていてすごく美味しいんです。食べてくれ。以上です。美味しいよな鶏玉。美味しいよな、美味しいよな。乾杯だよ。もう D から結果が送られてくる前に分かってるもん。でも分かんない、車の中から出ちゃったから県外になるかもしれない。それだけが不安。ルール違反。ルール違反かもしれない。でも美味しさには勝てると、うん、もちろんマックも美味しいんですけども、美味しいけど熱々の鶏玉のが味わえる、これはどうね D の判定にかかってくるのか楽しみです、うん、ということでちょっと曲を聴きながら D の判定を待ちたいと思います、はい、お届けするのはサム編集ブロック
wanna let go。This is Chura Station. Stay tuned. さあ、結果発表のお時間だ。いやー、こんなに勝敗が分かりきっているのは、はい、チュラステ丸々総選挙ということでコーナーをお届けしております。今日のテーマはドライブスルー。はい、まあ、ナンバーワンですね、ナンバーワンを決めていくというコーナーなんですが、そのテーマがドライブスルー。ドライブスルーで、僕たちが一番だと思っているものを一つずつ挙げました。ナナさんはマックの中の、はい、なんかありました？中の、まあ、フライドポテト。フライドポテト、うん、王道で一番美味しいドスもんな。美味しいドスもんな、ね、美味しいドスもん。ドスもん。で僕は、まあ、鶏玉という卵専門店の、うん、まあ、レストランですかね、飲食店の、うん、まあ、チキン南蛮です。うん、美味しいです。美味しいやつを、今回おすすめしました、うん、さあ、はい、この中で D が一番引っかかったものは何でしょうか、うん、では発表をナナさんお願いします。はい、じゃあ発表します。チラステ総選挙、今回の勝者は染川さんです。やったね。染川さん、知らなかった。あんな美味しいお店がテイクアウトだと。今度行ってみよう。ナナさん、マック私もよく行きます。揚げたてのサクサクポテト美味しいですよね。私も好きです。ただ今回は残念ということで。いや、まあ卵美味しいですもん。美味しいですもん。これ美味しいですもん。私も聞いてて、あ、負けたなって思ったもん。本当に美味しいですもん、うん、ただまあ、僕が行ったのはその宣言より前、うん、宣言前だったので、まあ、今の期間中はまた変わっているのかもしれないので、ぜひ、うん、鳥玉さん、お近くの鳥玉さんにご連絡して、まあ、とか、あとはウェブで検索していただけたらなと思います、うん、まあ、どっちにしろあの美味しさはまた食べたいですもんね。ね、美味しいから。本当に美味しいもん。美味しい、ハマります、うん、ぜひ食べてほしい。あとプリンも美味しいんですよ。あ、プリンね、美味しいよね。プリンあるんですよ。プリン美味しいんですよ。親子丼も美味しかったな。下が巻いちゃう。何でも美味しい。はい、うん、ということで丸々総選挙、今日はドライブスルー、はい、ナンバーワンは鶏玉ということで、うん、はい、以上丸々総選挙でした。さあ、ということでですね、ここからはおしゃべりです、うん、おしゃべりです。ざっくりだな。ですね、うん、ちょっとじゃあ僕が最近、うん、懐かしいなと思ってちょっといろいろ考えたものがあるんですよ、うん、小学校の頃、突然ですけど、うん、小学校の頃に、うん、学活の時間ってあったじゃないですか。学活、あ、違うな、まあ、ホームルームかな、ホームルームか、あー、うん、あった。ホームルームの中で、まあ、本当に夕方になったら、うん、歌を歌いませんでした。歌？歌。え、どんな？どんな効果？効果も効果も入ったかもしれない。夕方か朝、朝の時間か、うん、夕方のそのホームルームの中で。 あれ小学校の時とかってこと？そう、小学校の話をしています。小学校の時って僕前置きをしました。今シチュエーション何だったの？頭の中では高校生だった。歌歌ってないね。それは確かに歌ってない。それは確かに歌ってない。小学校の時は歌ったわ。そうだよね、そうだよね。歌った、帰り。思い出に残っている曲ってありますか？うん、思い出に残ってる曲、そうだな、なんかいろいろさ、その時々の季節の歌とか歌ってたじゃん、うん、ありますよね。で、思い出に残ってるのは、あの6月になったらなんか毎日月桃を歌ってた。わかる。そう、なんか平和習慣ってあるじゃん。 ありますよね。そう、そのやっぱり毎日歌ってたし、掃除時間に流れてたの。あ、そう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 、そう、ずっと流れますよね。そう、だからもうお家帰ってもずっと頭の中で鳴ってて、ね、ずっと月桃の、月桃か、あのザワワですよ。これがね、僕も覚えてるんですよ、うん、ただ他が全然思い出せなくて、うん、まあ、ちょっとあの後いろいろ考えたんですけど、うん、4月5月が今抜けてるんですよ、僕の中で。あ、4月5月が何の歌を歌っていたのか覚えてなくて、ただ、うん、6月が多分月桃だと思う。
だったと思うんですよ、うんうん、で7月もどうだったのかな、うん、7月ヤッホーホー夏休みって覚えてます？懐かしいヤッホーホー夏休みヤッホーホー夏休みにゃ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 毎日お買い得？お買い得？なんかあったよね。やったあったよね。ヤッホーホー夏休み。懐かしいな。そう、これが7月だったのかが分かんないんですけど。それ多分7月だと思う。7月で当たってますからね。夏休み近いからね。うん。で夏休み中はないからね。そう。だけどもサトウキビ畑がどこかに入るはずなんだけども、うん、入らなくて、うん、この間に月桃の歌が5月だったのか、それともどうなのかなみたいな。で4月か5月、4月だったかな、うん、はあれだった、あの野に咲く花のように、野に咲く、うん、嘘、歌った、あれ歌ってた、本当に、うん、へえ、なんかすごいそれは記憶にあるの。はあ、僕ないですねやっぱり隔たりがあるねここでジェネレーションギャップ生まれちゃう年近いはずなんだけどな、ね、でまあまあ進んでいきまして、うん、まあ、下半期9月、9月、え、9月何歌った？9月あれ？これ覚えてなくて、うん、9月ももう抜けてるんです、うん、で10月運動会近いですよね、うん、近い、555わかります？555って言っただけでわかります？あれでしょ、赤組白組に分かれて歌うやつ、僕らは輝く懐かしい太陽のように、うん、もう力いっぱい頑張ろう、これ555って言うらしいですね、運動会の歌、そんなタイトルだったんだ、歌、うんうん、でまたここから抜けるんですよ、11月12月もう覚えてなくて、12月はもう絶対メリークリスマス、うん、クリスマスソングが流れると思うんですけども、まあね、慌てんぼうのサンタクロースとかさ、あの辺かな、だったのかな。1月覚えてますか？1月は僕完全に覚えてます。へえ、お正月の歌、そう、お正月の歌なんだけども、うん、僕は1月はエトはメリーゴーランドっていう、わかる、ねえ牛とらうたつみ馬羊猿とり犬い歌った、歌いましたよね、やったわ。まあ、もうピンときてない方はもうぜひとも検索してほしいですけどもこの歌なんかみんな人気だったな。そうそうそう、なんか楽しくなっちゃうね。そうそう、あの途中からラップではないけども高速でねえ牛とらうって歌い出すんですよね。この世代みんなエトはもうすんなり言えるもんね。そう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 、歌えば言えるからね、ネウシトラブタツミウマサルティトリニヌイみたいな私今でもエト考えるときちょっと流れるもん。そう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 、いい勉強になりました、ね、で2月がグッデーグッバイっていう曲を僕たちは習ったんです。あ、なんだっけ、聞いたことある、グッデーグッバイ、グッデーグッバイマイフェン、タララランタタンタタンタンタン、あなたに会えて本当に良かった、これを僕は2月に歌ったんですよ、うん、僕たちの小学校では。で最後の3月にありがとうさようならっていう曲歌った。 ありがとうさようなら先生悲しい叱られたことさえも温かい、よく覚えてるな。ただもう4、5、9、11、12が抜けてて、うん、わかんないんですよ。ただこの中で、うん、もしかしたら、9か11月に当てはまりそうだなっていう曲があるんですよ、うん、学芸会の歌ってわかります？あ、なんかうっすらあるよ。さあさあ皆さん学習発表会の始まりだみたいな曲があって、あったな、照明さんみたいなことを言うんですよ。あった、あ、覚えてますさあもう D がもう退屈そうにしてきたっていう曲があったんですよね。あー、あったね、懐かしい、よかった、共感できた、やっぱり20代、いやもう学芸会とか何年前だ学芸会、いや学芸会なんかトラウマだったな。トラウマ、何があったの
何買った？あのさ、学芸会なんか話していい？いいよいいよ、まあ、この流れでもう触れましょう。そう、あのさ、私この小学校の時、うん、まあ、今もだけど、うん、すごい引っ込み思案だったのよ、うんうん、とにかく目立ちたくない人で、うん、もう授業中手挙げるのですら嫌みたいなさ。そんなに？そう、うん、もう本当にクラスの仲いい子たちのうちわだけでちょっと楽しんでたいみたいな子だったのよ、うんうん、でさ、学芸会って多分偶数学年はなんか劇をしますみたいな、うん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 、だったんだけど、今まで劇をやるときってね、私セリフのない役を選んでたんですよ。あ、木とか木はやったことない。なんかあの花の精とかやってた。あー、喋らなそう。セリフはないけど、うん、なんかダンスだけで出てきますみたいな、うんうん、もう踊り専門だったのよ。あ、もうその頃からだったんだ踊りが好きなの。ダンスは結構ちっちゃい頃から好きだったんだけど、うん、もう本当に踊り要員か、うん、楽器かしかセリフがない役ってないわけですよ、うんうん、で私楽器はもうからきしできないから、うん、もう踊りに行くしかなかったんですけど、うん、小学校6年生の時の、うん、各クラスごとにね、あの起承転結で、はい、この割り振りされてて。起承転結？あ、話の？そう、話の。その劇の話の起承転結、一、うん、つの舞台を一学年でやるんだけど、うん、その起承転結を1組2組3組4組で分けてやりますみたいな、うんうん、だからその各クラスごとに主役とか、うん、このヒロインとかいるんですけど、うん、うちの割り振られたやつがなんか全員最低一言喋らないといけないっていういや、もう先生がこう綺麗に分配してくれたんですよ綺麗にね。で、うわマジかってなって、マジ一言じゃいいじゃん当時の私の中ではもう大問題だったんですよ。まあそうですな、今まで喋ったことがなかったのに、これから突然喋ると言われても、ね、クラスの中でもそんな存在をさ、うん、こう公にしてないのに。スパイなのCIA か何なのでうわどうしようどうしようって思って、かんを悩んでる間にどんどん配役が埋まっていくんですよね、うんうんうん、で最終的に残ったのが、うん、主役かでかあの、ま、ヒロイン主人公のお姉さんの役か、うん、でこの兄弟のお母さんかの3択、うんうん、もうすごくすごくビッグな3人になっちゃった。でうわマジかってなってたら、うん、もうお姉さんかお母さんかの選択しかなくて、うん、どっちも喋りそうだな。そうで私余ったのが私ともう一人なんか内気なタイプの女の子のどっちかなんですよ、うん、でこの、ま、見た目的にそのもう一人の子の方が、うん、ま、お母さん合うんじゃないみたいな、うん、ちょっと大人っぽい感じの、うん、で私お姉さんなっちゃったんですよえ、結局それってどれくらい喋るんですか？まあ、一応ヒロイン的なポジションなんですよ、うん、でもそのクラスの中で主人公とそのお姉さんお母さんはそれぞれ3人ずついるのね、うん、でこの私が出るこのお姉さんは、まあ、ありがたいことに一言あーよかっただったんですけど、うん、あれそこがまた難しいところだったんですよ。一番の難しい一言見せ場、うん、なんかねアンジュとズシオっていう劇だったんですけど、このズシオが主人公、うん、でアンジュがお姉さんなんですけど、うんうん、この兄弟が人買いに、まあ、売られていっちゃうっていう、うわ重たい話なんですけど、うん、ちょうどその売られていくところだったの。私あすごく重たい。だから船に乗せられてお母様って言いながら去っていくっていう、これ絶対笑っちゃいけないやつじゃんそうこの物語の中でも割とね、まあ、1、2を争うぐらいの見せ場なんですよ。そうですね、重たいじゃん、うん、演技なんてからっきしやったことないのにさ。そうだよね。そう、なんなら大きい声出したこともないのにさ頑張ってくれ頑張ってで毎日のようになんか特訓させられて、お母様、うん、担任の先生にでなんか裏に呼び出されてこの主役の子と2人、うん、であんたたちが一番演技下手なんだからしっかりしなさいみたいな、かわいそうに私やりたくてやってるわけじゃないのにみたいなかわいそうもうそれがすっごいトラウマでさ、うん、このあんたたちが演技一番下手くそなのよみたいな。
絶対今後演技とかしねえ、人前立たねえって思ってたオタク。今そんなオタク、ね、今ラジオ出てますし、なんだったら大学の頃演劇やってたし、なんなんだこの人もう人生何があるかわからないよね。はい、もうなんもうなんなんだの一言ですなんなんだの一言です。曲を挟みますナタリーコール This will be an everlasting love。 お届けしているのはナタリー・コール This will be an everlasting love。 チュラステーション、チュラスでお届けしております。さあもうエンディングのお時間が参りました。早いね。今日やりたかったことがいろいろできていないなんだったらそのしっかりとした深夜番組をお届けしようと思っていたんですよ、うん、8割も出してないよね2割はできてたと思っている。できてたのかな。できてたよおそらく。ちょっと首をかしげたい。曲と、あ、曲はね、曲に助けられている。曲2割、うん、曲2割。あ、そういうことに。じゃあ達成できてる本当は、ね、かけたかった曲もいろいろかけられてないから今日、うん、なんか1時間って足りないね。本領発揮ができていない今日は、まあね、まあこの、うん、番組、うん、実は奈々さんの知り合いも聞いているらしくてそうだねらしいですね。最近職場の人が聞いてくれているらしくて、まあ、何人かから結構この直で感想を言ってくれることが増えてきててさあ、まあ、今回聞いた話、うん、いや後日の職場でどういった振られ方をするんでしょうかね、うん、お母様ってね私やりませんよぜひともよ、ぜひとも、まあ、この場ではやらなくても、うん、その知り合いの皆さんの目の前でぜひともやってほしいなと思いましたけどね。まあそれは、まあ、声がちっちゃいぞ声がちっちゃいぞほら、まあ、今日やってないこと多々あると言ってたんですけど、その中の一つの大事なコーナーがまだなんですよ。デヘペロデヘペロいっちゃいましょうはい、月曜からおめでとう。
悲しいね、はい、悲しい曲も流れてこなくなった静まらないでさあ、月曜からおめでとう、めでたいことをひたすらめでていく、めでていく違う、はい、祝福していく、うん、このコーナーでございます。はい、まあ、一番はやっぱり再放送が決まったということではないでしょうか。そうだよね、今日一の重大ニュースですよ。はい、もう一度お願いします。はい、チラステ深夜の再放送が決定いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。本当におめでとうございます、放送日は毎週木曜日25時から25時56分、毎週木曜日の25時から25時56分までとなっております。はい、ぜひ聞いてくださいませ。はい、そしてですね、うん、はい、実はあの D からもおめでたいことが届いてるそうですね、うん、はい、そうなんです。紹介してもいいですか。はい、はい、いきます。パオパオチャンネル復活おめでとう。おめでとうございます。パオパオパオチャンネル、パオパオチャンネル、うん、おめでとうございます。 YouTuber さんですかね。ほう、うん、じゃあ読みます。1年8ヶ月前活動休止と発表があってから1月22日、念願の復活でした。おお。これからは3ヶ月に一度の投稿になるそうです。これからまたお二人の活躍を見れると思うとすごくワクワクします。二人とも頑張って。頑張ってください。ちなみにどういったことを挙げているんでしょうか。うん、私もね、あのパオパオチャンネルさん見たことなかったんですけど、うん、まあ、さっき D からね、ちょこっと、まあ、こういう人たちだよっていう動画を見せてもらったら、うん、なんか踊ってみたとかを結構投稿してる方たちみたいで、へー、うん、あの女性の方と男性の方が2人で踊ってる動画見せてもらったんですけど、すごいキレキレで面白かったです。その方たちが活動を中止して、うん、中止していたけども、うん、復活したと、うん、おめでとうございます、ね、こういうのなんか嬉しいよね。好きだ、応援してた人がさ、うん、何らかの形でまた復活してくるのは復活して、うん、まあね、3ヶ月といえども一つの動画を上げるの、うん、上げたりとか、また新しい、ね、うん、踊りを身につけてそれを収めるっていうまでの工程がね、うん、絶対ハードだから、3ヶ月と言わずもう休みたいときはしっかり休んでもらった方がいいかなと思いましたけども、ね、無理をせず、楽しませてください。よろしくお願いします。僕も後から見ようかなと思います。ね、YouTuber さんってすごいよね。ね、結構大変だよね、一つの動画仕上げるだけで。一つの動画のためにものすごい想像力を働かせてね、うん、上げて、そしてそれを表現物にするからね、うん、まあね、かくいう私たちチラステも実は YouTuber になろうという企画をね、ちょこちょこと進めてはいるので、また進展があればラジオ内でも報告したいなと思っております、そうですね、いろいろ形になってないから ねまだこういうことしますとか言えないんですけど、そうですね、やろうかな、どうかな、できないかな模索中、まあね、決まり次第いろいろ宣伝していくので、そうですね、今泥をじり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 やって、こうやってできるかもしれないけど、ね、できないかもしれないなってやってる状況なので、まあ、気長に、まあ、やってくれたらいいなぐらいの感覚で待っていてくれたら嬉しいです、はいはい、ぜひ、前頭葉ぐらいに収めておいてください、この記憶どこだろうね、はい、記憶の場所って前頭葉か知らんけども、はい、まあ、ということで、もうあっという間にお別れのお時間となってしまいました、はい、早いね、早い、2月も始まりました、うん、ぜひ皆さん、うん、今月も、まあ、お体にはお気をつけて、うん、ぜひともチラステ再放送もぜひ聞いてください、うん、お願いします、はい、ということで、今週もチラステ聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。お届けしたのはパーソナリティのナナと染川でした。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバイ、バイバイ。